はい、こんにちはレトスの斧です4月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます頑張ることを放棄した時点で合格はなくなる卓権に合格するためには頑張ることを続ける必要があります周りの人は忙しい中でも頑張り続けていますそして合格を勝ち取っていってます 頑張ることをやめたらそれは合格することをやめたことと同じです試験までもう半年しかないですがこの半年でもできることはあるはずです最後まで諦めずに頑張っていきましょうそれでは本日の3問に入ります A が善意無過失で8年間所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し引き続き B が2年間占有した B は他人の土地であることを知っていた場合 B は取得事項を主張することができない、ルか×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなっているか。×ですね。取得事項を主張するもの、まあ、今回で言ったら B なんですけれども、B は前の占有者 A の占有期間を合わせて主張できます。これ占有期間の承継っていうんですけれども、 つまり今回 A さんは8年間占有して B さんは2年間占有しているということなので B は10年間占有したことになります次に前の占有者 A の占有を合わせて主張する場合は前の占有者 A の事情えつまり善意とか悪意だったりとか有価質無価質こういったものも承継するんですね引き継ぎますでは本問に当てはめて考えてみます そうすると B が善意であっても悪意であっても前の占有者である A さんの状態を承継することができるんですね。そして前の占有者 A の状態を承継すると前の占有者 A の占有開始時え今回の問題で言うとこれ善意無過失って書いてありますよね A さん。だからこの善意無過失を B さんが承継するということなんですよ B さん自身が悪意 だったとしても、善意無過失として考えることができるんですね。で、さらに先ほども言った通り、占有期間も承継するので、8年プラス2年で10年ですよね。したがって、B さんっていうのは、善意無過失で10年間占有していることになるんですよで。そうすると、善意無過失で10年占有するということは、時効期間満了するので、時効取得を主張することができます。したがって、答えは×になるということです。 これ基本事項なんで絶対押さえておきましょう。個別指導の事項さんは合格テキストで具体例を確認していただければと思います。ページ番号は、えー、P26 ページですね。P26 ページの下に専有の承継という部分がありますので、そちらから具体例をご確認ください。 そして問2に入りますえ。宅建業者は宅地または建物の売買または交換の売買に関する広告をするときは一般売買なのか専任売買なのかの別を明示しなければならない丸かバツかという問題ですえ答えは一般売買専任売買えこのあたりは明示しなくてもいいので誤りですねえ広告をする際取引対応の別えこれは売り主なのか売買なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね で今回は、媒介の中の一般媒介か千人媒介なのか、いわゆる細かい内容ですよね。ここは記載しなくていいんですよ。だから、誤りだということです。媒介っていうことは広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般媒介なのか千人媒介なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので、誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。 出題題されたら間違いそうなひっかけ問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。で問い3ですね。勘違処分にかかる広告後、従前の宅地についてえ損した、抵当権は消滅するので勘違に移行することはない、まるか罰かという問題です。これは誤りですね。こんなことがあったら、抵当権者は担保する目的物がなくなって困ってしまいますよね。 従前の宅地について存在した定等権っていうのは、勘地処分の広告日までは、従前の宅地に存在します。その後、広告があった日の翌日、その日からは勘地に移行します。定等権が従前の宅地から勘地に移行するということですね。これで頭に入れておきましょう。 まあ今日はあの理解学習をもう今すぐでも始めるってことをお伝えいたしました。もうこれは過去の合格者が言ってることなんですよね。で、私自身も同じくそう思います。実際この時期から弊社の個別指導、えー、受講していただいて勉強を始めている方っていうのは今年の試験でももう40、40点台前半から半ばぐらいまでは取ってるんですよ。40点から45点ぐらいかな。まあもちろんね、えー、ちょっと凡スして38点とかって方いらっしゃいますけども、40点台取ることって十分可能なんですね。 なので、そのぐらい取れる実力をつけておけば、ボンミスをしたとしても合格できるんですよ。で、多くの方がもうギリギリの実力しかない、もしくはギリギリの実力もない方がやっぱ多いんですよね。それだとなかなかやっぱ合格って難しいんですよ。もう運になってきますよね。そうならないためにも絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して合格目指しましょう。そして、こんな間違った勉強をしていないでしょうか わからない問題に時間をかけている。これやっている方、今年の試験間に合わない可能性が出てきます。まあこれについて別途動画作成しましたので、ぜひご確認ください。今から勉強の仕方変えていただければ、まだ今年の合格目指せますんで、今年絶対合格しましょう。レトスのオノでした。